松潤キュンキュンキュン、松潤キュンキュンキュン、キュン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 、松潤キュンキュンキュン、松潤キュンキュンキュン、キュン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 。はい、こんにちは。松潤のキュンキュンチャンネル、思い出の歌をあなたにです。いつも見ていただいてありがとうございます。また少しずつ高評価ねしていただくようになりましたんで、ありがとうございます。はがきをもとに私がそのはがきのリクエストに応えて歌うっていう番組です。今日もいただいています。東京都荒川区西日暮里の滝田秀樹さんからです。ありがとうございます。松潤キュンキュン様、いいね純ちゃんって書いてあります。ありがとうございます。なんかこう細かくなってくるけどね。演歌歌手なのに何でも歌えてますね。ありがとうございます。だから意地悪ではないですよ、これは。そう、ぜひにワインレッドの心を頼みます。もっと勝手に恋したり。あいや、僕がバンドやってる時によく歌ってました。よろしく頼みます。やばいな、バンドやっててこれ歌ってた。僕下手に歌ったらどうするの、間違えたら。もっとキスを楽しんだり。おー、すごいね。バンド、何って書いてあれ、ギターとかさ、なんか書いてあれば余計嬉しかったんだけど。そうなんだ。まあ、もってもね、そういう、ちょうどそういう歌だもんね、僕の演歌とは違って。さあ、それではそのワインレッドの心がいつヒットしたのか見てみたいと思います。ワインレッドの心、1983年とあります。昭和58年ですね。東京ディズニーランドが開園したとあります。それから任天堂からファミコン発売されてますね。さあ、ヒット曲でいうと細川たかしさんの夜銀の渡し、鳥羽一郎さんの兄弟船、おいおい演歌がすごい、大川栄作さんのなのなんだ、あのサザンカの宿、この年なんだ、おー、梅沢富美男さんの夢姉妹、すごいね、この年は演歌がすごいじゃん。おー、その時にね、ワインレッドの心が出たということですね。ではバンドやってたで滝田秀樹さん、僕の歌い方でね歌いますから、多少のことは勘弁してくださいね。それでは聴いてください。松山潤でワインレッドの心です。もっと勝手に恋したり、もっとキスを楽しんだり、忘れそうな思い出をそっと抱いているより、忘れてしまえば今以上それ以上愛されるのに、あなたはその透き通った瞳のままで、あの消えそうに燃えそうなワインレッドの心を持つあなたの願いが叶うのに。もっと何度も抱き合ったり、ずっと今夜を揺れ合ったり、
悲しそうな言葉に酔って泣いているより、ワインを開けたら今以上それ以上愛されるのに、あなたはただ恥じらうより手立てがなくて、あの消えそうに燃えそうなワインレッドの心をまだ持て余しているのさ、この夜も。今以上それ以上愛されるまで、あなたのその透き通った瞳の中に、あの消えそうに燃えそうなワインレッドの心を映し出してみせてよ、揺れながら。はい、滝田秀樹さん、いかがだったでしょうか。滝田さんがバンドやってたのとちょっと違うかもわかんないけど、思い出していただけたかどうかが僕は心配なんですけどね。ありがとうございます。演歌歌手なのに何でも歌えてってね、そんな言ったらその気になっちゃうからダメですよ。なかなかこうこのノリっていうかね、それがちょっとつかみづらかったところもありましたけど、まあ許してください。一生懸命頑張りました。またね、滝田さんお便りをいただいて、そして友達なんかにもぜひ勧めてください。そしていいねを押せとかチャンネル登録してとかって言って助けてくださいね。本当にまたお便りお待ちしています。いつもありがとうございます。松潤松潤キュンキュンキュン、松潤松潤キュン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 、松潤松潤キュンキュン、松潤松潤キュンキュン。